ワイドツーリングクラス決勝締め4分スタートいたします。フライングにご注意ください。スタート10秒前。さあスタートしていきました。ワイドツーリングクラスの決勝 C 面です。 C 面と見ながらここで、ああここで空間ミスター。3点1番トップ。さあ上位2名が次の決勝 B 面へ駒を進めることができます。さあその体力は谷選手、そして中部ですが、それを追うのは井上選手と本庄校打ち上げ。さあジェフリーも次のメインに上がっていけるか。そして5番手には大原選手、6番手原選手、7番手佐々木選手、8番手小西選手となっております。さあここでジェフリーです。さあ大原選手は4番手から、またジェフリーが4番手になります。さあ谷選手5列上がります。さあここで変わったか。さあ、ボーさんがトップ、2番手、2人です。3番手、井上選手が迫ってきているが、まあ、そしてジェフリー、もう一度こう。さあ、トップで絡んでしまった。さあ、井上選手が2番手浮上。さあ、谷選手、井上選手が立ち上げポジション。それは小田がボーさん。そして、ジェフリーがこの2番手グループをさあかわしていった。さあ、ジェフリーポジション3。さあ、着実に順位を上げていっております。香港チーム、ジェフリー、ウォーター戦が男性しかない。なんか声だけ止まったり英語で言ってください。あ、すごい、これ声さんも知ってるか。なんで言うの。ジェフリーだと思った。じゃあもうダメです。さあ、まもなく折り返しの2分です。強制に中道、中部は谷選手、2番手、ウーさん、3番手、ポジション3、ジェフリー、4番手、井上選手、5番手、佐々木選手、6番手、大川選手、7番手、原選手、8番手、小西選手で、さあ、後半戦入ってきました。しかし、谷選手が安定しております。さすがの走りを見せている谷選手。ダメっぽいな、これ、あげちゃった方がいいな。ああ、小西選手、ダメか。回収、回収。はい。さあ、そして、ポジション3、ジェフリーと、4番で井上選手の激しい争い。さあ、ポジション3バトル。さあ、残りが。残りは1分20秒。さあ、まだまだ優勝。さあ、ジェフリーか、井上選手か。あれ、風船2じゃねえの。さあ、谷選手はわずかに2日本間、ちょっと寄ってきたか。さあ、立ち上がり圏内の上位2台。さあ、それで追いつきたい。ポジション3ジェフリーと4番手の井上選手。さあジェフリー非常に乗れております。レディス戦後、さあ井上選手、佐々木選手も寄ってきた。さあ3番手争い、ラスト3台。おっすごいぞ、これはすごい。さあ香港のジェフリーはセンターまで井上選手が仕掛けたが、さあここで井上選手手をくれたが、ほどよく、はい、戻ります。残り35秒。さあ、佐々木選手が相手だ。佐々木選手3番手、ジェフリーポジション4。お、ムーが来た。さあ、抜いた。あ、ムーさん抜いた。さあ、ムーさんがトップ、2番手、谷選手。さあ、勝ち上がり。またここで谷さんの1が。あれ、ジェフリースローダウン。ああ、ジェフリースローダウン。ローバッテリー。ああ、残りが3秒。さあ、ここでゴールは、谷選手は、大回選手は、レースアップは中です。レースアップは中です。井上選手、佐々木選手は、なんか、ゴールは、レースアップは中です。大選手はゴールです。はい、ワイドツーリング決勝指名、見事勝ち上がり、優勝は中村